前川国夫は日本の建築家である。ルコルビュージエ、アントニン・レーモンドの下で学び、モダニズム建築の機手として、第二次世界大戦後の日本建築界をリードした。丹下健造、木村敏彦は前川事務所の出身であった。近代建築を最初に生み出した西ヨーロッパから見れば、全近代的であった日本に、新生の近代建築を根付かせるという使命を、 自らに課すことから、前川国夫は出発した。日本と日本建築界は、当時の先進地域と、同水準の技術的な土台、経済的株構造、または生産の社会的諸条件を備えるべきであり、もしそれが先行あるいは並行して実現されなければ、日本の近代建築は、見せかけだけの偽物に留まるしかないであろうと、前川は考えた。 第二次世界大戦中、直後の資材統制が終わった1950年代に、前川は日本相互銀行本店をはじめとする諸作品によってテクニカルアプローチの範を示し、日本における近代建築の技術的諸課題の克服に直接的かつ間接的に寄与した。しかしその設計作品は、初期及び中期においてさえ、均等ラーメン構造、工業化、 機能主義等によって特徴付けられる単なる近代建築というよりは光の下で組み合わされた諸々のボリュームの高知性格で壮麗な遊戯とみなすことができ人間的な尺度と民族的または土着的な温かみを兼微している。1960年代半ば以降、前川は産業社会とそれを支える合理主義のいくつかの側面に極めて批判的になったが 近代運動の理想の裁量の部分を最後まで放棄しなかった。何よりも強調するべきことは、前川はその生涯を通し、建築家の職能と職業倫理の確立のために尽力したと言うる。木村産業研究所自定神奈川県立音楽堂、東京文化会館埼玉会館エキスポ70、パビリオン埼玉県立博物館東京会場。 日道ビルディング本館ケルン私立東洋美術館。内定に、龍ュウマサユキによる前提。前川が関わった国立西洋美術館がユネスコ世界遺産になったのを機に、東美術館も2012年より保護されている。ルコルビュジエが映画、キュビスム絵画、アラブ建築等の原理を研究しながら考案した内部交通システム。建築家、富永ゆるによれば、 前川作品における建築的プロムナードは、初期及び中期においては、ルコルビュジエの強い影響下にあり、シトロアン住宅に見られるような吹き抜けを通しての垂直的運動を重視していた。しかし、ルコルビュジエの没年でもあった1965年以降、特に後期の美術館群においては、ある種の音楽的なリズムあるいは、環球の変化を伴う水平方向の運動が、 相対的に強まり、造園や書道とも関連すると考えられる、一筆書きのプランとともに、日本的空間把握に基づく、独自の建築的プロムナードを完成させた。ルコルビュージへの散策路では、来訪者が歩みを進めるにつれ、様々なパースペクティブが契機しながら展開する。それは、絶えず変化に富み、思いがけず、時として驚きを与える、もろもろの様相を提供し、 光や薄暗がりを作り出したり、突然建物の外部に向かって開かれたパースペクティブの中に来訪者を投げ込んだりする多くの仕掛けに満ちている。後期の前川作品にも同様の特徴は残っていると言えるが、富永が的確に指摘するように水平に眼光をしながら増殖する L 字型の壁が生活感のある細部の諸要素とともに空間の連続性を構成しており、同時にまた、 この連続性は、時間的な経過の中で起きる現象を意図した緻密なデザインに貫かれている。それは単に来訪者を外部に向かわせるだけでなく、風景や季節の移ろいを取り込み、映し込むための背景、つまりそれ自身は、目立つことを望まない、控えめな装置として構想されているのである。このような建築的プロムナードは来訪者を世話しなく、 歩かせ続ける代わりに、そこここで立ち止まらせ、佇ませ、憩いくつろぎながら、自分を取り戻すことを可能にする。富永はそれを、壁を巡る目的のない旅の空間と呼び、建築家、クリストファー・アレグザンダーの、無名の質についての哲学的政策と関連づける。このようにして、富永は、後期の前川国夫が、人生の儚さに対峙して、建築の中に追い求めた。 永遠が、単に、打ち込みタイルの耐久性のみに還元されるわけではない、ことを示唆している。今野正則、大川光雄建築家、前川国夫のエスプラナードの形成過程に関する一考察によると、エスプラナード、あるいは、憩いの広場と呼ばれる外部空間が存在する。ありがとうございます。